本日は紅白戦やるんですけど、まずチームを決めていく前にまず皆さん自己紹介をそれぞれしていただいて、はい、車椅子ソフトボールチーム八王子レッドサイティネガシラです。今日はよろしくお願いします。どうも、シマントガです。よろしくお願いします。シマントガ。はい、絆グローブやってます、ゆうさです。よろしくお願いします。山本です。よろしくお願いします。どう、荒川です。お願いします。先生、門脇です。お願いします。おー、周波です。よろしくお願いします。おー、あ、森と言います。よろしくお願いいたします。富塚です。よろしくお願いします。田中幸也です。よろしくお願いします。高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金ちゃんです。よろしくお願いします。優勝じゃない。草津から来ましたゆかです。お願いします。東京から来ましたしなるです。よろしくお願いします。岐阜から来ました田中です。よろしくお願いします。負けてるよ。岐阜です。東京で、東京と一緒だよ。シャイスです。よろしくお願いします。中学3年生です。中です。よろしくお願いします。高谷をちゃうんかい。早く寝ないと。小宮田です。よろしくお願いします。大野です。よろしくお願いします。早く寝る人ねえな。元山です。よろしくお願いします。大久保です。よろしくお願いします。クリッチです。お願いします。クリッチ、クリッチ。三辻です。よろしくお願いします。僕の兄貴です。嘘です。最近翔平 TV に加入させていただきました良平です。お願いします。はい、さあ始まりました。翔平 TV のアフレコでいきます。本日のルールはワンストライクワンボールからスタートということになっております。1番の先頭荒川さんが四球、そして2番の飯塚さんがサードフライとなります。本日のピッチャーは四万十川さん、とてもいいボールを投げるピッチャーです。そして3番の今川さん、さあ四万十川さんはどのような投球をするのでしょうか。来た、決まりました。ここいい変化球で見逃し三振となりました。そして5番の大野さん、先日の翔平 TV イベントも遊びに来てくれています。はい、打った球はショートゴロ、さばいてアウト、チェンジとなりました。そして1回の裏、先頭バッターは江賀、そしてピッチャーは荒川さんと、さあスピードボールがある荒川さん、ナイスボール。江賀は空振りとなります。そしてお次の球、追い込んだところで、はい、打った。はい、まさかの高めのクソボールをセンター前に弾き、センター前ヒットとなります。そして2番の門脇さん、変化球それた後に江川がまさかの走るとセーフとなりました。そして門脇さんが空振りとなってしまいまして、三振となってしまいました。そして3番の神戸さんがサード強襲で、サードが送球しますが間に合わず、その間に江賀が三塁に到達、ランナー一三塁となります。そして向こう図所属のクリッチが4番です。ピッチャーゴロとなりまして、ゲッツーとはならずアウトと、そして2アウトランナー2、3塁となります。そして6番の佐々木くんがポケーンと打ちまして、3塁のファールフライとなりまして、チェンジとなりました。2回の表、連続フォアボールの後、その後ストレートさんが空振り三振となりワンアウト。そしてお次の高橋さんが空振りした間にランナーが進むと2、3塁となりました。
そして高橋さんはフォアボールとなり、バッターは田中さん。ナイスボール。はい、こちら変化球を振ってしまい三振となってしまいました。これで2アウト。そしてその後また連続フォアボールになり、バッターは木村さんと。打った打球はサードフライとなってチェンジとなり2点先制となりました。そして翔平図の攻撃は、バッターは篠原さん。はい、打った球はレフトが取れずヒットとなります。そしてお次のバッター四万十川さん、ナイスピッチングをしているので打撃でも期待したいところですが、ショートゴロ投げまして、これはセカンドがアウトとなります。そして花正くん、カキーンとかけ、これはいっただろうっていう打球が来ました。素晴らしい打球です。田中走る走る、ランナーも走る、これは三塁まで行けるんじゃないか。軽々三塁まで行けます。しかし打球が土手に当たりましてツーベースという判定になりました。そしてここで登場翔平 TV の打順です。さあ打てるのか。はい、これちょっと力みすぎましてね、真ん中をね空振ってしまいました。そしてお次の球はかけーと打ったんですが、まさかの浅いセンターフライとなりまして、ランナーに三塁の中のチャンス生かせず終わってしまいました。そして昴生くん、昴生をバチカー打ちましたが、残念ながらレフトフライとなりましてチェンジとなりました。そして3回、ピッチャー昴生、バッターは良平となります。さあ良平打てるのか。さあ良平、まさかのここで一塁ゴロ。そして皆さん、ファーストゴロで絶対アウトだと決めつけて走らないのは絶対ダメです。良平の真似はしないでください。そしてバッター先頭になりまして飯塚さん。さあゴリラクリニックベースボールの企業チームに入っております。かけーと打った打球は素晴らしい、これはいっただろうと思いましたが、フェンス越えとはならず、ならずとツーベースとなります。セーフ。そしてお次の今川さんがけーんとレフトフライかと思いきや、レフト取れずにランナー2人が生還してしまいます。これで4対0となります。そしてバッター大久保くん、課金ショートゴロとなります。はい、アウト。いや、昴生くんがこんなに投げるとは本当に思わなくてびっくりしました。そしてバッター大野さん、追い込まれてまさかのアウトロビタビタを昴生くんが投げちゃいまして、見逃し三振となってしまいました。ナイスボール。そしてお次バッターは早瀬くん、中学3年生です。さあ大人の球は打てるのでしょうか。お次の球はかけーんとホームラン級の素晴らしい打球が出ました。そして抜けまして、早瀬くんはツーベースとなります。ナイスバッティング。4月から高校ですけど頑張ってほしいですね。そしてお次のバッターは元山さん、スピードガンコンテスト133キロの優勝者です。これはアウトコースの素晴らしいボールを空振りとなりまして三振となります。お次のバッターはヤンボー森さんですね。まさかのここで二塁ランナー早瀬くんが走ります。両平投げれず、ナイスラン。ベンチからも両平をいじっております。もっといじってほしいですね。両平なら刺したと思います。そしてヤンボーの打席、インハイ空振りとなります。ナイスボールです。そしてお次の球を
インコース空振りとなってしまい三振となってしまいました。荒川さんナイスピッチング。さあお次のバッター山本さん、荒川さん投げたストレートストライク。さあ今回の動画はこのイニングまでとなります。後日続きを流します。はい、山本さんが打ちまして外野フライですね、ライトフライとなりましてチェンジとなりました。次回の動画もお楽しみに。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ磨き抜いた切れ玉で。